はい、美容学校卒業してね、まあ現場に出て、まあ皆さんカットね、練習まだ10年早いとかって言われるかもしれないけどね、一応美容学校とね、現場での切り方の違いね、まずね、ノーテンションね、特にサイドね、横とか、まあ後ろもそうだけど、ワンレン系のボブね、ノーテンションで切ることね、目の細かいコームはあまり使わずに、粗いコームで、そーっとね、そーっとテンションかけないように持ってきて、パッと押さえるね。やっぱりこの時緊張してっからね、呼吸が遅くなるからね、脳が酸欠を起こすから、そこまで言う人はいないと思うけど、でも実際そうなのね。パッとやるでしょ。そしたらまあここでノーテンションね。今これ立ってるから指こうやって曲げたくなるけど、曲げない方がいいんだ本当はね。だから腰落として切るんだけど、椅子がないとやっぱりいじめだねこれね。こういうとこ切るときね、下手な人ほどね、あの椅子に座ってあの目線で切った方が本当はいいんだよね。そういうのはあのなぜか美容業ってのは椅子に座るのは10年早いみたいなこと言うけど、下手こそ椅子に座らなきゃ本来ダメだよね。ピタッとね、空中で止めなきゃいけないから手をね、力入れずにね、スッと止めるね。ね。で、今やってて、これだけやってても、あの、呼吸が遅くなるんだよ。こういうとこやるときってのは、パッてね、止めると。ね。だから、呼吸が止めると、脳が酸欠を起こして、神経が緩慢になってくるからね。だから、なるべく、まあ、パッと止めたら8秒以内に切るってこと、こうやって。なんで8秒以内かって、まあよく言うけどね、あの8秒超えると脳が酸欠なんだよね。まあノーテンションね、ノーテンションで、まあ肩があればね、小指かなんかでちょっとホールドしてもいいけどね、こうやってね、小指でね、まあホールドできればホールドしたいよね。ホールドできなかったらやっぱり空中で止めなきゃいけないからね、空中で止めると大変だから、前髪なんか本当に空中で止めてるからね、っていうね。やっぱりお腹に力が入ったりね、背中に力が入って緊張するからね、人は本当に8秒以内に切る。まあ美容学校卒業したらとにかくノーテンションね、カットはね。あのこういうレイヤー部分ってのはちょっと引っ張ってもいいけどね、こういうところはちょっと引っ張ってもいいけど、引っ張ってもいいけど、こういう下はね、ノーテンションだね。ノーテンションでこうやって引っ張ってきて、パッと止めるでしょ、この位置で。ほんでね、あの椅子に座ってればこの位置でいけるけどね、まあさっきも言ったね、なるべく心がもうこうやって動かさないことね。こうやって、で、ここでまあ、ブラントでもいいよ、こうやって切るね。で、切ったら、もう、脳が酸欠を起こしてる8秒超えてるからね。まあ、5、6秒なんだけども、ただ溶かして必ずこう切ったら、もう、粒の長さどうですかって聞いてね、小休止するってことね、これ大事だからね、お客様の頭やるときね。ここ切ってね、脳が疲れてんだよ。脳が疲れてるから、へえってんでね、なんかあとこんなとこ切ってね、休むってのがあるよね、こういうとこ適当に切って休むっつうの。この手を適当に切って休んでる状態でこれね、適当にあの、まあ初心者の方はこうやんないけど、まあベテランとかの人なんかやっぱりちょっと横切ってから疲れるから、やっぱり他のとこ切って休んでんだよね。脳に酸素送ってんだよね。そういう無駄だから、とりあえずこう切ったら長さすぐ効くってことね。その間に呼吸してね、あの息を整える。若い人だったら気にならないと思うけど、若い人でもやっぱり若干脳が酸欠を起こすと思うんだよね。まあこれは現場の考え方だけどね。はい、あと現場に出たらね、カットの時ね、肘を上げない。肘を上げることでばっかり神経集中してると、なんかわけわかんなくなっちゃうね。こうだってね、こんなことばっかり考えてると、あのこんなことばっかり考えてやってるとね、肘を上げない。肩が痛くなる、そんなことやったら。30肩、40肩、50肩ってってね、あの肩上げて、肘上げて切ってるね、ベテラン先生はいないから、まあ肘は下げた状態で、あと指切るから、第二関節まで OK ね、第二関節まで OK。ね、まあ指の形とか手の形の人いっぱいいるけどね、あんまりこっちまで切んない方がいいよね、あの指切りやすいから、ね、こんなになって、こんなになってね。あと人間の頭の場合はね、まっすぐ切るっていうのないから、必ず丸く切るのが基本になるから。だからあんまり幅広く取ると切りにくいんだよね。だから第二関節ぐらいまでいいんじゃない？で、ちょっと指がね、こういうふうに曲がるっつうの。ね。ちょっとこう指を曲げちゃうっつうの。肩を落としてね。で、角度はコームで測るね。この切る角度は大体の角度だって、まあこう、上に引いんだったらこうね。まず肩の力を抜きましょう。ね。あと男の子ね、シーサーね、そーっと切ってね、そーっと力出さないように使ってね、
精密機器だからね。で、高いハサミ買えば切れなくなるんだろうってそういうことないから。高いんでも安いんでも2、3ヶ月使ったらまず切れなくなるから。10万円のハサミ買ったからったって10年切れるってわけじゃないからね。切れるのなんか2、3ヶ月だよ、それこそ。で、男の子なんかが力入れて切ったら、力入れて切ってたらもうあっという間に歯が、切れなくなるかもしれないね。だからあくまでも力入れないことね。で、美容学校はどうやって教えたかわかんないけど、はい、基本人間の髪の毛ってのは結構硬いんだよね。硬いの。だから引き切り、基本引き切りになるから。引き切りね。引き切り。引き切りっていうのは、自然な力でね、自然な力、力入れないと勝手に歯に、ハサミを押し戻されるから、束になるとね。こうやって、人間の頭ってのは硬くて、人間の毛、今これ染めてから、染めて濡らしてから柔らかいけど、人間の毛ってのは意外と硬いからね、いっぱい束で切ろうと思うと、自然にこうやって押し戻されちゃうから、歯をね、力入れないことね。もう精密機器だから本当力入れて触ってもらいたくないよね、これね。新品のやつは本当力入れないで切るってことね。2万円以下の資材で十分だね。2万円以下の資材で十分。3万、4万、5万出したからってその倍切れるってことないね。安い資材を、まあ、研いで使うのが一番いいんだけど、自分でね、人任せはもう全然ダメ。はい、あとね、美容学校でもらったセニングね、こうよく見るとね、ここが V、先端が V になってるやつね。まあ V 刃、V 刃って何つうんだろうね。よく見るとまあ V 刃になってるやつね、先端が。まあこの一個一個がね。これあれは床屋さんの刈り上げのとこつなぐぐらいの、あと襟足ちょっとやるぐらいの、女性にはあまり使えないからね、やっぱり 20% とか 10% とかね、まあこういうふうにワイヤーカット積んで、このこういうのがこう斜めにね、直線的じゃないやつ。で、9800円シリーズ、今でも売ってるのかな、MOC ね。これの 10%、20% 買っとくのが無難だね。音が違うからね。ね、ちょっと音聞こえないでしょ、これ。聞こえる音。切削音。今の 20% ね、これ 10%。10% ちょっと音悪いね。まあ、こんなような軽やかな音するやつ、まあ、こういうのを使った方が無難だね。美容学校でもらったV 刃のセニングね、これは女性の頭には使わない方がいいかもしれない。下手になるよ。あと美容学校でね、使い込んだシーザーね、まあ、現場でちょっとウィッグ切って練習してね、まあ、力入れて切ったやつね、切れなくなってるやつだともうスライスがね、たくさん切れなくなってくんだよね。まあ、こうやって切ってね、で、またブロッキングしてね、ちょっとだけ取り出して、ちょっとだけこうやって切るっていうの。そうするとまあ、引き切りしなくてもこう、まあ、切れるけどね、少ない量だったらね、こうやって日が暮れちゃうんだよね。やっぱり、ある程度の量を持ってね、こうやって引き切りして切っていくんだけど、やっぱり、歯が切れなくなったらもう、ダメ。歯が切れない人はもう本当にスライス薄くてね、ちっとずつ、だって切れないもん、つってね、そんなたくさん切れない、怖いとか言ってね、じゃ歯が切れない場合が多いよね。で、どうしても少ない量。ね、だから男の子だったらなんか切れなきゃ力任せでこう切っていくけど、シーザーがどん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 悪くなっちゃうからね。やっぱり、まあ、切れないシーザーではお客さん切るっていうのはね、失礼だよね。で、どのぐらいが切れないのったってね、まあ、音がしてるようじゃもう無理だよね、ブチブチね。まあ、サクサク言うぐらい。まあ、どんな音でみんな切ってんだか分かんないけどね、この音がやっぱり切ってますみたいな音しちゃったらもう切れないよ。まあ、ちょっとこれ判断難しいけどね。はい。